バット。ブースター2で登場した、風属性、機械属の下級モンスター。第6期に登場した、アンサイクラーと共に、貴重な機械属のレベル1、通常モンスターで、低レベル、低ステータスだからこそ使えるサポートも多く、その爆発力については、知る人も少なくない。デッキや使いどころは選ぶが、思ったよりも使い道の多いカードである。名前やテキストに、コウモリと書かれているのは、ダークバットとこのカードの2枚だけ。コウモリ爆弾とは、第二次世界大戦中に、アメリカ軍によって計画された、動物兵器のこと。この兵器は、日本に木造建築が多かったことから、ナパーム弾で、火災を引き起こすことが目的であり、コウモリが選ばれたのは、アメリカ国内に、コウモリが生息する洞窟が多かったこと。コウモリが、自分の体重以上の荷物を運べること、冬眠中は、食事などのメンテナンスが必要ないこと。そして、コウモリが夜行性で、日中に隠れる場所を探すため、軒下や屋根裏へ入り込むことが理由とされている。こうして開発が始まったコウモリ爆弾だが、コウモリを、冬眠ではなく凍死させてしまったり、爆弾をつけたままのコウモリが逃げ出し、補助飛行場が火災で壊滅するなどしたため、開発は中止され、その予算と人員は、原子爆弾の開発を目的とした、マンハッタン計画へと回されたという。第7期には、すべてのステータスが同じ、豪華モンスター、ゼンマイバットが登場したが、リメイク化は分かっていない。